はい、ということで改めましておはようございます。太田です。6月8日土曜日、本日2回目の戦いとなります。1試合目はエアジョーダン6敗れてしまいました。で、10時からエアフィアオブゴッド1ですね、こちらに挑戦します。これが37,800円、なかなかの金額でちょっとビビってしまいますが、これまでに2色発売されてるんですけど、これですね、こことここ、黒とこっちが何だったっけ、ライトボーンですね。あー、なるほど、ちょっと生地の感じが違うんですね。なんかこのメッシュっぽいというか、そんな感じに見えますが、ライトボーンはレザー感ありますよね。で、ブラックは、あ、ブラックは今回と同じような生地ですね。ちょっとメッシュっぽいというか、そんな感じがありますね。なのでこのブラックの色違いって見ていいのかな。うん、同じような感じですね。このメッシュな感じを見ると夏でもいけそうな気はするんですが、まあ、もし変えたら、ゲットできたら僕は秋まで寝かせようかな。秋冬の方がなんか似合いそうな気がするんですけど、どうかな。まあ、そこはまあ届いてからにしましょう。いやー、これもおしゃれな一足ですね。これは絶対に撮りましょう。はい、ということで9時59分、1分前になりました。あー、ちょっとなんか緊張するな。10秒前、5秒前、順番待ちになりました。よし、とりあえずは OK ですね。あとはとにかく祈るのみですね。見れば見るほど欲しくなってしまいますね。え、ちょっと待って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 、表示だけ変わったんですけど、あの申し訳ございませんみたいな、あのポップ上がらず、今、ちょっと今、見逃すところでしたけど、ここの表示が変わっただけで、なんか、拍子抜けというか、ダメでした。もう、何この終わり方。はい、ということで、今日2回目の戦いで、エアフィアオブゴッド1ですね。こちらは残念ながらゲットすることはできませんでした。一日で2回も敗れてしまうっていうのはやっぱりもうきついですね。こっちは多分難しいんだろうなとは思ってたんですけど、まあそうですね、甘くないですね。いやー厳しい。はい、ということで今回は惨敗でした。当たった方おめでとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。